11月21日土曜日の全国の天気をお伝えします。まずは気圧配置から見ていきましょう。朝9時の予想天気図です。北日本中心に冬型気圧配置となり、等圧線の間隔も狭く、風の強い状態が午前中ほど続く見通しです。ただだんだんと高気圧が進んでくるため、次第に天気は回復し、日中は穏やかな空になるところも多くなりそうです。それでは実際の天気の変化を見ていきましょう。天気分布で見ていきます。特に北日本や日本海側の地域を中心に、午前中ほど雨や雪の降るところが多くなる見込みです。北日本で雨や雪の降るところでは、特に路面の状況や足元などに十分ご注意ください。降り方が強まるところもありそうです。ただだんだんと雨や雪は降り止むところも多くなる見通しです。東日本や西日本の太平洋側では穏やかに晴れて、日差しが期待できるところが多くなる見込みです。ただ気温自体は上がりにくくなるところも多くなっていきそうなので、服装などでうまく調節をしてお過ごしください。21日土曜日の天気をお伝えしました。